今年の夏山シーズンの富士山の登山者数は県内3ルート合わせておよそ3万6000人と新型コロナの影響でおととしに比べ6割近く減ったことが分かりました環境省や富士宮市などの集計によりますと今年の夏山シーズンで県内3つのルートから富士山に登った人の数は3万6165人となりました 富士山は新型コロナの影響で2年ぶりの改ざんとなり登山者数は一昨年に比べると6割程度減少しています今年の夏はデルタ株の拡大で首都圏や静岡県を含め多くの地域で緊急事態宣言が出されるなど外出自粛が呼びかけられたため登山者が激減したものとみられます一方県の集計によりますと 富士山保全協力金、いわゆる入山料について今シーズン支払った人は2万2667人で協力した人の割合は62.7%となりました。